速稼塾のこぶです。いや毎日暑いですね。8月11日の朝6時になりました。速稼塾のこぶがまた放送をお届けします。昨日は夜遅くまでインドネシア株式セミナーですか、こちらの方ご覧いただきましてありがとうございました。なんだかんだで23時半ぐらいになっちゃったんですね。21時から2時間ちょっと時間をいただきましたけども、皆さん参考になったでしょうか。あれを切り口にですね、あれが全てじゃないですから、あそこから少しずつ今度はね、自分で学んでいって学習していって、もしくは広吾社長にどん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 質問をぶつけていって、一つ一つ分からないところを分かるようにしていきましょうね。で、この今回のこう株式セミナーっていうのは、仮初めにも株を買うわけですから、わけのわかんない契約とかわけのわかんない株をねポンポンポンと買わないようにしてくださいね。きちんと1銘柄1銘柄確かめて、その株式っていうのは一体何に投資してるのか、その成長性はどうなのか、タイミングはいいのかっていうことね、昨日散々お話がありましたけども、一つ一つ自分で判断して自分の責任で自分のお金で買うわけですからね。だから誰かが言ったから買うとか、誰かに煽られてとかね、その場の雰囲気でっていうのは絶対言っちゃダメですよ。で、今回はですね、株の話をしたいわけではなくて、今朝はですね、今日から速稼塾のホームページの方にもうすでに掲載済みなんですけども、21個の動画を掲載しました。これはですね、インターネットビジネスを使って一人で稼ぐ方法を紹介してるんですけども、きっちりとですね、一つ一つのリスクもお話しています。例えば一覧で一人で1億円稼ぐことが可能な時代というページがあるんですけども、じゃあどうやって稼ぐ方法があるんだってことですよね。一つ目は私の大得意なアフィリエイトでございます。アフィリエーターとしては私は結構トップランクにね18ヶ月ぐらいいたんですけども、本当にね爆益っていうか、私にとったらすごくいい収入だったんですよ。毎月300万前後とか入ってきますからね。で、Amazon、ヤフオク、メルカリ転売っていうことですけども、この転売っていうのは結構ね、アフィリエイターに比べて元栓がいるんですよ。この元栓がなかなかできなくって、クレジットカードでお金もないのに始めちゃったりとかして、ものすごい借金を抱えたり返済ができなかったりっていう問題もありますんで、もうね転売っていうのは結果が出やすいんですけども、種栓がないと基本的にうまくいかないです。不用品販売して種栓を作るっていう方法もありますけども、10万とか20万じゃまず無理ですよ。やっぱりね300万とか400万とかないとなかなか難しいです。とってもセンスのある人が10万円前後でうまくいく例はありますけども、私はねあんまりお勧めしないですよね。もちろんね、それを込みで、そのリスクを込みで、私がこれを訴えかけてるの込みで判断してやる分には全然構わないんですけども、何も情報がない、どんなリスクかも分かんないのにやるのはちょっと難しいかなと思います。次 FX ですよね。 FX はね、基礎項目を暗記すれば大体勝てます。でほとんどの人はこれを怠るんですよ。基礎項目の暗記をしないんですよ、これね。ほとんどの方しない。でするにしてもちょっとあやふやなんですよ。じゃあ負けますよって話ですよね。それは負けてしまいます。私先日、車がね走らなくなっちゃったんですよ。買ったばかりの車が1ヶ月で走行不能になりました。でもそれは知識がなかったから分かんなかったんですけども、あれこんなところなのみたいな、ネジ1本なんですよ。ネジ1本バネがプッと外れただけなんで、そこをパシャッとはめればねまた走るんですよ。だからこのぐらい基礎知識って必要なんですよ。基礎知識がない人が何かをね、投資案件やるとか FX をやるっていうのはもうね、F1 レーサー並みのこのスーパーマシーンで時速20キロ制限のところを突っ走るようなもんなんですよ。それは事故して死んでしまうか、誰かに迷惑をかけちゃいますんでね、やめた方がいいかなと思います。次は YouTuber ですよね。 YouTuber としてどういうふうに成功すればいいかってことは法則が2つあります。1つはね、すごく質のいい動画が作れて、1個動画を作ったら100万人見るみたいなね、こんな感じだったらもう何文句なしです。でも大抵の方はそういうことできません。ですんで、質はともかく量をたくさんいくことになります。一つの動画を上げたら視聴者数が1人とか2人しか来ないって嘆くんだったら、そういう動画を1万個作れば、じゃあ1万人2万人見に来ますよねって話ですよ。私がやってるのはそれなんですよ。だから動画の本数は1万個以上作ったってことなんですよね。はい。で次はネットワークビジネス、MLM なんですけども、ネットワークビジネスってね、口コミが苦手な人とかネットワークを持ってない人っていうのはやらない方がいいですよね。ですんで私の場合はアフィリエーターとして拡散力があった上にネットワークビジネスを持ってくればうまくいくって考えてるんですよ。そもそも友達が少ない、人脈がない、お金がない、活動時間がない方がネットワークビジネスどうやって成功するんですかと。とってもいい商品を持っていても、自分がそれをお話しするスキルがない、トークスキルがない、で自分の話をおとなしく反論なしに聞いてくれるような、そういう出来のいい友人もいない。でしかも自分がその商品とかネットワークの仕組みを理解する、勉強する時間も持っていない。
アポイントメント取る時間もない、リストアップする人脈もない、どうやってネットワークビジネス成功するんですかってことを語っています。次は暗号通貨 ICO、 これがね、一人で1億円稼ぐ最後の手段として私が用意したものなんですけども、ほとんどの方が ICO とか暗号通貨に入って振り返ってみると、ほとんどの方がお金失ってます、大借金作ってます。で、儲かりましたって人聞きます？はっきり言っていないに等しいぐらいいないですよ。参加者のうち本当一握り、一握りなんですよ。で、そういう方に聞くと、暗号通貨が分かっていて儲かったってよりも、例えば私の例のように、わけも分からず ADA を買って気がついたら値上がりしてた、たまたまだった、よかった、しかも他の暗号通貨はもう、よく分かんないから参加しない、こういう方が利益確定するんですよ。せっかく ADA で一山当てても、その含み益に酔いしれていろんなものに追加に投資してしまうと、結局元の目阿弥になってしまう、そんな、ね、例もございます。まあ、ですので私はね、一人で稼ぐ方法はありますけども、こういうふうなリスクがありますよと、こういう利点がありますよということを一つずつまず前提として紹介して、アフィリエイトっていうものをまずは試してみましょうと。そのアフィリエイトの初歩の初歩、自己アフィリエイトとファンクル、この2つが継続してできない、しかも人に教えられるぐらいの理解力がなければ何をやってもダメだというふうにね、そんな組み立てで作っております。21個の動画になってますので、速稼塾の参加の方は専用のポータルサイトからご覧いただければと思います。自己アフィリエイトというページから21個の動画が見れるようになってきます。補足のレジュメとか補足の、まあ、テクスチャーですね、文章もちょっと用意してますのでご覧ください。それではですね、このサイトを使って、もう全く損をするあのリスクをね、被らずに、全くって言い過ぎですけども、最小限ですよ、もう。で、お金は全然使わずに、で、お金を使うことができるとしたら、お金を使う場面に出会うとしたら、それはですね、私の21個の動画で前半で稼げた人だけが、その稼いだ金額で次に稼ぐっていう風にしてください。本当にね、料金を少しでも払う必要ないと思います。あの、払わずにできるはずなのに、なぜかね、なんでネットビジネスで借金ができるのか本当に意味不明なんですよ。だからわけのわかんないの買ったりとか、ツールに頼ったりとか、なんかお金をね、払ってなんとかなると思っちゃうから、そういう罠にはまるんですけども、まあ、ネットビジネスのいいところって経費がかからないってところですからね。経費を要求される時点でちょっとおかしいと思ったら、経費かからないですからね。では21個の動画をご覧ください。では失礼します。